のび太くんは皆さんがご存知のように忘れ物が多く遅刻もするし、テストで0点を取ってしまうこともあります。一般のご家庭にはドラえもんはおりませんので、このような子どもの生活面や学習面での問題はなかなか解決されることはなく、お母さんは子どものダメなところを指摘し、ついつい怒ってしまいます。これが繰り返されると、子どもも怒っているお母さんも自分はダメな人間だと思い込み、辛さを抱え親子関係が悪化してしまうことがあります。お母さんの怒り方がエスカレートしていくと虐待につながってしまうこともあります。このような親子に対して小児看護学の視点から支援していくと、まずはお母さんの辛さに寄り添い、子どもの症状など理解を深めてもらいます。そして子どもへのより良い対応を実際に指導していきます。小児看護学は病気の子どもが対象と思われがちですが、実は障害のある子ども、健康な子ども、そして子どものご家族も対象なのです。研究としては、指導後の変化についてお母さんにインタビューを行い、その言葉を大切にして分析していきます。どうせダメなんだ、どうせできないしという言葉が聞かれなくなりましたという言葉から、これは子どもの自己肯定感の低下を防ぐ効果があったのではないかと推測し、他にもこのような言葉はなかったか探していくという研究方法です。その他、自信がつきました、家族で穏やかに過ごす時間が増えましたという言葉から、子どもだけではなくお母さんや家族全体にまで効果があるとして分析していきます。このように専門的な知識と技術で目の前の方々の幸せのお手伝いができる学問、それが看護学です。私はこの学問にやりがいと魅力を感じ、日々頑張っています。人と関わるのが好きな人、人の役に立ちたいと思っているあなた、ぜひ大学で看護学を学びましょう。